バイエルレイオンレバークーゼンはドイツノルトベストファーレン州レバークーゼンを本拠地とするサッカークラブである。ドイツサッカーのトップリーグであるブンデスリーガーに所属する。これまでに DFB ポカールと UEFA カップでそれぞれ一度ずつ優勝している。1958年から本拠地はバイアレーナである。1904年。 レバークーゼンに本社を置くドイツの製薬会社、バイエル社の従業員によって設立された。以前は、陸上競技や、体操競技、バスケットボール、ボート、テニス、ホッケーなどに関わるスポーツクラブ TSV バイエルレイオンレバークーゼンの一部門であった。1999年に、サッカー部門が、クラブから分離し、現在は、正式に独立した組織となっている。 ブンデスリーガに所属。バイエルをスポンサーに持ち、資金提供を受けて、補強を図ってきた。歴史も長く古豪チームではあるが、リーグタイトルを手にしたことはない。2002年に UEFA チャンピオンズリーグ、ブンデスリーガ、ドイツカップを、あと一歩のところで逃し、すべて準優勝に終わるという、準三冠を達成したこともある。 以降のチャンピオンズリーグの成績としては、2002から03シーズンに2時、グループリーグラウンドまで進出したほか、2004から05シーズンにおいても、決勝トーナメント1回戦まで進出している。このところは、チャンピオンズリーグよりも UEFA カップへの出場機会が多く、2005から06から2007から08シーズン間に3期連続で出場し、 2006から07、2007から08シーズンにおいては、ベスト8まで進出している。UEFA クラブランキングでは2008から09、シーズン終了時で32位につけている。2007年夏、DF マヌエルフリードリヒ、DF アルトゥーロビダル、DF ルカス・シンキエビッツなど、守備陣にレギュラークラスを多数確保し、VFL ーフムで、 得点王を獲得した FW テオファニスゲカスを迎え入れた。UEFA チャンピオンズリーグ出場権を目標に掲げたが、失点数の多さから敗戦は13を数え、UEFA チャンピオンズリーグのみならず、UEFA カップ出場権も逃した。2008年夏には、ミヒャエル・スキッベ監督を解任し、フェラー SD の強い推薦により、 ブルーのラッバディア新監督を迎えた。MF セルゲイ・バルバレス、MF カルステン・ラメローラベテランが引退したが、MF レナト、アウグスト、DF、エンリケ、FW パトリック・ヘルメスなど若手の逸材を多数獲得した。2008から09シーズンは、DFB ポカールで準優勝し、リーグ戦でも一時、首位に立ったが、 後半戦に調子を落とし、9位に終わった。またこのシーズン、ホームスタジアムのバイアレナが、改修工事のためスプリアレーナを使用した。21得点を挙げた FW パトリック・ヘルメスが2009年6月に、人体断裂の大怪我を負い、2009から10、シーズン開幕から半年を棒に振ったが、リバプールから獲得した DF サミヒーピアが、 若手主体のチームに安定感をもたらした。2009から10シーズン前半戦9勝8分0、敗で、ハンブルガー SV バイエルンミュンヘンに次ぐ、ブンデスリーガー史上3チーム目の無敗での、冬の王者になった。2010から11シーズンは前シーズンで、冬の王者となった勢いをそのままに2位と、準三冠を達成した2001から02シーズン。 以来の躍進を遂げた。2011から12シーズンは躍進の立役者ユップ、ハインケス監督は、バイエルニエ、アルトゥーロビダルはユベントスへ引き抜かれ、フライブルクを躍進へと導いたロビン・ドゥット、新監督を迎えた。開幕戦のマインツ戦を落とし、勢いに乗ることができず、2012年3月31日に行われた。 フライブルク戦で公式戦を連敗を喫したことをきっかけに解任された。結局優勝争いに絡むことなく5位に終わった。2012年4月からクラブビーのサミヒーピアが監督に就任。しかし指導者のトップライセンスを保持していないためユースチームの監督であったサシャレバンドフスキが名目上の監督となり2015年夏までの二等体制を しかし、成績不振の責任を問われ2014年4月5日に、ヒーピアは監督を解任され、レバンドフスキが暫定監督となった。2014年7月、レッドブルザルツブルクを率いていたロガー・シュミットを監督に昇聘し、前線から猛烈なプレスをかけに行く能動的なスタイルを確立。さらに、 グレミオから、左 SB のウェンデーを、シャルケ・レイオンから、レンタルで、DF ・キリアコス・パパドプーロスを、エース・ローマからレンタルで、DF ・ティニエ・ドバイを、メガクラブから注目を集める、逸材中の逸材である、MF ・ハカン・チャルハノールらを獲得し、2部のアイン・トラハと、ブラウン・シュバイクに起源付き遺跡をしていた MF、カリム・ベララビを復帰させ、戦力を充実させた。 2015年7月、メキシコ代表のハビエル・エルナンデスを獲得すると、シュテファン・キース・リングと2トップを組リーグ戦で17得点を上げて主力に定着した。2018年から、日本の J リーグに所属するビファーレン・長崎とアカデミー選手育成、指導者の強化を目的に育成業務提携することを発表した。バイエル・レバー,クーゼンのサポーターディアビ19シック14。 ベリー9ビルツ、27アミリ11バウムガルトリンガー15シンクフラーフェン22ター4タップソバ12ベンダー8フラデツキー1中、選手の国籍表記は FIFA フフの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA フフの定めた。 代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。シュミット監督が挑む、パワーフットボール革命 J スポーツ2015年8月28日。ありがとうございます。